特産品は大丈夫やな。あとはじゃあマゾープラエトリアニを今できる範囲で倒して、世界任務やってないからさ、エリア狭くてさ、こいつら2匹しか出てこない。エリア開くとこまでは世界任務やった方がいいかもな。2匹しかこいつらと戦えない。素材が足りない。エリア広げよう。すぐ新しいエリア行けるのかな。これ長押しでマーク揃えろっちゅうことか。あ、理解力試されんなこれ。おしゃんですな。この瞬間の喜びを覚えて。最後めっちゃ綺麗な場所行けます。ま、こっち。おーすげえ、もうすげえ。あーなんか懐かしいドクターレイジを思い出したわ。ここえ、これバージョン 4.6 だよね。召使いが実装された時か。なに、我らが意志は一つ。壁画から人が出てきた。レイシオいるって。ボエティウスか、ホボスの首席調律師です。なんかこの置いてきぼりにされてる感じ、エンカノミアの話をちょっと思い出すな。ちょっとした前奏曲を用意したのでお届けしましょう。やっとどっか行ったわ。撫でてみる。え、どこ攻めよう。右足、右手。いかん、調子に乗ってしまった。変身は一体何を目指してるんだか。あ、来た、新エリア来ちゃー。え、これどう繋がってんのこれ。あ、王日の海って別マップなん。どういうこと。あ、どうなってるんだ。マジ探索やってる人はリスペクトだわ。探索大変だもん。おー、すごいな。別に探索は自由じゃないか。なこと言ったら七星召喚エアプの人いっぱいいるだろう。じゃあ悪竜とは呼ぶが実際は少々強いビシャップに過ぎない。そういえばヌビレットって、ヌビレットより年上。悪竜スキュラ、めっちゃなんか大事なことやって喋ってんな。スキュラはレムスに会いに来たはずって。全然わからん。時間空いてるからかな。この先は進めてみないとわからん。あ、そうなのね。オイラたちも竜と戦った経験もあるんだぞ。トワリン、ジャクダ、アペプ。一応これアペプと戦ったってことでいいのかね。いまいちピンときてない。何箇所の鎖。はいはいはい。え、これこっからさ向こうに行けないかな。ギミックガンバーマジで。あ、いいよやってやんよ。じゃあ来いよ、探索配信にしてやろう。めちゃくちゃ綺麗だな。ここより登る。いや、ラッキーだわ、ここに象がいっぱいいて。素材素材素材来い。あはは、倒したのに急に喋り出すやん。我々は負けたのですって。ほうほうほう。なんか戦って敗れてこんな感じの兵士になってんの、めちゃくちゃカーンルイヤの話を思い出すな。あ、倒れちゃった。BGM 超綺麗だな。うおぉ、うめぇ。うめぇわ。悪くない収穫だね。宝箱はいっぱい開けるときが一番テンション上がる。もう読んだやつやこれ。いや、うざっ。お前、私はここの宝箱の中身が拾いたいだけなのに、合成台の近くにいるあいつみたいだな。新しい学章。
What?すげえ。すげえ。これなんか全部揃えたら絶対なんかあるやん。すげえ。新エリア気合入ってね。この探索やってなかった手間。またボリューミーな探索が俺たちを待ってるんだろうな。何これ。魚の尾に回り込み、一回押しで吸音波を放ちましょう。止まれ。止まった？止まれ。止まれ。止まったわ。操作できません。やかましいわ。いや、もう、わかんねえ。これやって殴る。オッケー。ダメだ。困ったね。すげえ。でもディズニーシーの海底2万マイルみたいな世界観のやつ、世界観のやつや。すげえな。フォルトゥス・ユーレゲティアス。上に巻きついた植物を取り除く必要がある。ここやねー。わかんねー。あ、これタコ、動き止まるんだ、これ。あ、理解した、理解した。タコがいい感じのところに来たところで、止める。え、どうよ。タコと植物関係ないやろ。あ、なんか楽しくなってきた、探索。あ、ここあれや。ここめっちゃ覚えてる。素材集めの時に、リスナーさんに狩らせてもらったわ。え？落っこちたら魔像になるの、ここ。わ。君たちが街で出会ったあの S とは、我々レムリア人の末裔。当時彼の祖先は私と共に新しい国家に加わり、一般的なフォンテーヌ人に溶け込んだ。あ、S ってこいつのことか。レムリア人には見えないな。まさか蛮族か。うん、野蛮です。カシオドル様。飼い主だよ。スターレールの主人公くらい頭のおかしい選択肢があるな。おお。信頼度。やべ、こいつの好感度稼がないと。オボスは絶対的に完璧なんだ。センター試験でもありました。絶対とか必ずとか 100% なものはこの世にはないんで、完璧なんてものはない。あ、おい、ちょ、予備校で習ったことが生きないんだが。よいしょ。さあ、封印解除。え？今何がどうなった？え、あ、ここ。え、陸なんだ、ここ。旧ポルタス・アンティクス。新エリアやばいって。上層とか下層とかあるやん。マジかよ。洗礼とクリオネが接触したとき、物語は始まる。おお。洗礼とクリオネが集まって打ち鳴らす。なるほど、わからん。お、いるやん。権限。ラッキー。探索しながら素材も集まる。うまみです、これは。あ、え、オルゴール来た。原神すげえな。原神すげえなってなるときと、何やってんだ原神ってなるときがあんの、おもろい、ほんまに。マップ神なんだよな。でも一回やるとまた来なく、二度と来なくなっちゃうのがもったいないねんよな。あ、でも洗礼がいっぱいいる。どうなるんだ、これ。よいしょ。意外とスッといったな。
これも宝箱マジックの一種かい？うめえ。さっきのクジラのとこ戻ろう。スキュラ、なんと暖かな海流。こいつ竜なん？わしにできることがあれば遠慮なく言うがよい。お金持ちにしてくれ。古竜の後に竜の子孫をすべた王たるわしが。こいつ何、ヌビレットぐらい強いってこと？オーラ感じるけども、数千年経った今日になってお前たちに助けられ。テイワットはね、長生きしてるやつほど強いんで、こいつもやばいんか、もしかして。小さき者たちをとくと見よ。うおーすげえ。何が起こったんや。ネレメラ本物はどうだ、いけるか。一発。え？何これ。おお。おお。でもビーム打つ下りはよう分かんなかったけど、すげえな。神ゲーだ。なんで BGM こんな壮大なの？あちぃ。ボタンを押すとスキラが岩を破壊する。あ、なるほどね。スペースボタンを押してなんか発射するよっていうチュートリアルね、これ。にならん？失敗したらどうなるか。いくぞ。スペースキーで岩を破壊。ピョン。おー、すげえ。あちぃ。ちょっと盛り上がり方やばくね。BGM トップレベルで好きだが、この BGM。 神 BGM すぎんか。ボス戦やんこんな。もういや、これ1回しかできないのもったいね。うん、すげえ。BGM 良すぎた。マジで何回見ても鳥肌も熱すぎる。でも1回しか見れないんでしょ、あれ。もったいないな、1回だけって。ちょっとこのクジラ好きだわ。お前たちがあの裏切り者を倒せばまた会えるじゃろう。ファルサーリアのラプソディ。いや、これで最終章？これどうなんのこれ。おわ、すげえ。激流を召喚する。ピュン。え？え？え？最強やん。わお。ここからここまで一発。泳いだら2時間かかるで、これ。王室の恨みを捨てれば新たな国に迎え入れてくれると水の主は約束してくれた。水の主って誰？水神？エゲリアか、もしかして。あ、エゲリアか、水の主。身はただの凡人だ。すべての意志を一つにまとめ、レムスが引き離したあなたの魂を加え、レムリアは再び結束する。鍛えた鋼鉄と石でできた朽ちない体にそれを注ぎ込むのです。
私たちは再び肉体を得て新たな子孫になります。レムスはもともとスメールにいた魔人。いや助かる、その補足。ポボスの戦慄に飛び込めばあなたもきっと理解し私と一つになりたくなるはずです。うわ来た、悪役の洗脳ビーム。我が学生へようこそ、異邦人よ。ボエティウス、誰やお前。あ、またさっきのやつか。なぜ我々の仕事を邪魔する必要があるのか全くわかりません。ウスさんのために。魔人レムスが自ら作った新人類。おい、我々が融合してやっと完璧な自我が手に入る。この世の正義のために。単なる武力で私を倒せると思っているのなら考えが甘いですよ。不死身じゃん。自業自得、彼らに罪はない。フォンテーヌ人に罪のない者などいません。彼らは皆過去に私たちと敵対した蛮族の子孫なのですから。これどういうこと？フォンテーヌ人って全員純粋精霊なんじゃないの？しばらくは私の宮殿に留まってもらうしかありません。この領域に閉じ込められるってことね。昔のフォンテーヌ人はレムスの人たちよりも原始的だったって話だっけ？文明が進んでないってこと？私のアンサンブルに少し付き合ってもらいましょうか。おい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 、万願結録、森林4セット。こんなん旅人で戦う準備できてない人はどうすんねん。あ、終わった、これ無理だ。助けてスバローグ。力を貸してやろう。力がみなぎる。お前多分猫だろ、ウスさん。いや、やべえわ、この世界任務をやらないと。地球が危ない。君は全ての計画にとっての例外なんだ。なるほどね、あいつが黒幕と。あ、領域から帰ってきた。パイモンだけ取り残されてた。また一人。ビビたる精神力しかない。そうなん、おめえ強そうなのに。わしにはどうにもならんが、お前たちは違うぞ。学長を恐れればいいのね。これでまたさっきの領域のに入ろうってことね。ちょっとしたトリック、探索楽しいんだけど。いや、アニメと一緒だな。アニメもさ、見始めたら一緒なんだけどさ、そのハマるまでがね、まとまって見る時間ねえしなとか変な言い訳作ってやらないんだよな。でも やり始めたらめっちゃおもろい。解説未来でできるのすごいね。マジックポケットに入れよう。まあ雰囲気でやってる。雰囲気で。なんかいっぱい鳥いる。What？ 置いてかないでくれ。鳥さん、待って待って。照明装置で角笛を照らす。はい。じゃあ。鳥すげえ。おお。あ、頭が。お前の国とお前が作った学章は、おそらくすでにお前の手に負えなくなっておる。これが水神かな？お前の魔人としての命はここで終わってしまう。覚悟はできているのか？無論。私が開けた恐怖の箱は私が閉じる。おお。最後の楽章、いわゆるレクイエム。ポボスを自滅させるコマンドじゃ。最終章。レクイエム。黒幕はドクター・レイシオってわけやな。あれ、クジラどっか行った。起動。あ、気合入れよう。レッドブル開けます。あ、水路が。うわ、綺麗。え、これ
予告番組で見てんすよ。さあ、時が来た。あやつの旋律がここから全土に流れた時のように、金色の水路が奏でられた時、黄金の宮殿の門が開かれる。聞こえる、あの美しい旋律が。おお。なになに？リズムゲーム？これミスったらどうなるんやろ。ミスってみた。あおもっぺんミスってみた。ああ、ちゃんとやるか。すげえ。ミスったら後味が悪い。確かに。すげえ。映画やん。それ以上やん。神ゲーか？すげー、感動もんだな。これで黄金の城に入ったと。運命に傷つけられて。おお。王日の夢が終わるところ。ここか、綺麗なエリアって言ってたやつ。しつこい雑魚どもですね。すべての人々は私の学章で永遠の幸せを手に入れるのですからね。止めに来た！ウスさん。信じてくれ。ん？一つになっちゃったけど。だいぶシールド削れたね。かっこええ。さて、反撃の。うおお。注目。かっこええ。はい。え、死んだ。あれ？なり？まさか。体が制御できない。カシオドリ、あなただったのですね。あ、自分の胸に刃を。他人を凌駕する存在になった。僕はもう神になったとか言って調子乗ったから滅んだと。なるほど。私の言葉を覚えているか。今だ。はいはいはい、今なら倒せると。え、なんかめっちゃ柔らかくなってる。よっ、ここより登る、ここより登る。柔らかいって。ウスさん、ボエティウスの現像の裏に隠されたものが見つかってしまいましたか。あらゆる魂の集合体。私はフォボス。あ、お前がフォボスかい。 AI が反逆でもしたの、もしかして。レムスは自身の力を注ぎ、フォボス、私を作り出しました。異なる意見を唱えるものを排除し、命を勝手に奪い、町や村を滅ぼす。これも私たちの願いだというのか。そうです。あなたたちがそう望んだから私はそう答えました。これらも全てあなたたちの願いの一部ですよ。何？エヴァにもこういうのがあるの？
ピョバがエヴァ好きすぎるって。あ、戦争してたからか。レムス、確かに彼は私を消そうとしました。しかしなぜでしょう。うおぉ。私が食べたのです。おもろすぎるだろう。私はあなたの願いを叶えられません。この悪夢を終わらせてやる。私とフォボスを共に倒せ。私に構うな。おお。倒したくないんだけど。うわ、しかも無抵抗なんだけど、こいつ。何もしないで、放置しとくと、ストーリーが変わる説。ないか。おい、マジやん。え？あ、私が手を下さなくてもってこと？えぐいてぇ。みんなとどめ刺したの？何やってんすか。まあ結果は一緒だけどね。あ、うん。私ももうすぐ消えるようだ。速攻刺した無抵抗ラッキーってやってもうた。マジか。ここまで付き合ってくれてありがとう。最後のレクイエムを奏でてくれ。いつの日か水と土が豊かに流れる場所でまた再会できるだろう。あー、消えちゃった。いるやん。この猫はなんだ消えたんじゃないのか。起動。お、この子はもうウスさんじゃないんだよな。ウッス、せめてウッスって呼ぼう。おお、めっちゃ綺麗やな。にゃう、にゃ。カッシオドルのはどこに行った？カッシオドルはもういね。カッシオドルは自らの願いを叶えた。おお。では始めよう。レクイエム。不冒険に奏でてやるか。俺たちのレクイエムを。もう見せらんぞ。あ、後ろにある神の瞳が気になる。ウボウさん、見てますか俺たちのレクイエムです。おお、ピノコニーだ。ピノコニー感すげえ。いいね、輪っかくぐるタイミングね。あぶねえ。おお。もうディズニーやん。すげえな。
おお。すげえ。深海の国を離れた。上へ上へ登っていく。地上か？クジラ出てきてるやん。えんかお前。で、平和が戻りましたと。これが最後の学章か？うん、同じ曲や。全てが終わった暁にはどうか安らかに眠ってください。すげえ。ウッスーはどうすんのお前。おお、クジラニャオわしの同族にもどうやら新しい真の竜王が誕生されたようじゃ。ヌビレットってこと？かつての水のビシャップのプリンケプスとしてわしも謁見すべきなのじゃが、今のわしがまだ竜の子孫と言えるかどうか、気が済むまで泳ぐとしよう。クジラワープまだ使えるんだ、よかった。ヌビレットと会ったりするんかな。最終章エクイエム終わり。めちゃよかったてか映像作品やった。素材集めれたらオッケーってつもりでやってたら、なんかもうめっちゃやっちゃった。でこれ何？地下？ここは、あ、もう別マップなんだ。王日の海っていう。塩化の宮と双眼巨炎の地下。スメールの時さ、専用マップ、別のマップなかったじゃん。やらないもんだと思ってたけど、追加来たんだ。知らんかった。すごいね。いいもん見たわ。